皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は子ども時代の副流煙暴露で死亡リスクが増加するがんというお話です。今回は受動喫煙のお話です。他人が吸った、タバコの煙、副流煙にさらされる受動喫煙ですね、間接喫煙とも言いますけれども、これの健康被害というのが報告されています。特にですね、コロナ禍で家族がですね、家の中にいることが多くなったことによって、ますますこの副流煙の問題というのがクローズアップされています。恐ろしいことに、タバコを吸う本人がですね、フィルターを通して吸い込む主流煙よりもですね、副流煙の方が、より多くの有害物質、発がん性物質を含んでいるということが分かっています。厚生労働省の、最新タバコ情報によると、副流煙の方がですね、有害な物質として有名なこのニコチンですね、これは主流煙の 2.8 倍ということです。それからタールが主流煙の 3.4 倍、から一酸化炭素が 4.7 倍ですね。でさらにこのニトロスアミンというですね、発がん性物質、このニトロスアミンに至っては52倍ということで、こういった多くの発がん性物質が含まれているということです。受動喫煙によって、脳卒中とか心筋梗塞などの虚血性心疾患、それから呼吸器疾患、それから乳幼児突然症候群ですね、こういったさまざまな病気が引き起こされるということが分かっていますけれども、やはりですね、最大の関心事は、がんのリスクが高まるということです。でこれまで、大人のですね、受動喫煙とがんとの関係についての研究が、たくさん報告されています。例えばですね、自分ではタバコを吸わない日本人の女性2万8000人以上を対象とした研究によると、タバコを吸わない夫を持つ女性に比べてですね、タバコを吸う夫を持つ女性では肺がんの発症リスクが 34% も高くなっていたということです。中でもですね、肺腺がんのリスクが高くなっていて、およそ2倍にもなっていたということですね。で受動喫煙によるリスクが増加するがんはこの肺がんだけではありません。でタバコを吸わないですね、日本人女性を対象としたもう一つの解析ではですね、家庭あるいは職場など、公共の場所で受動喫煙を受けているグループの乳がんの発症リスクというのがですね、受動喫煙のないグループに比べて 2.6 倍にもなっていたということです。このようにですね、多くの研究データより、副流煙は、がんのリスクを高める危険因子として、確実視されています。そして今回ですね、子ども時代の副流煙への暴露によって、大人になった時にあるタイプのがんの死亡リスクが高くなると、そういう非常に怖いですね、研究結果が日本から報告されましたので紹介します。こちらのですね、2021年の12月にアメリカン・ジャーナル・オブ・エピデミオロジーというですね、そういう雑誌に報告された論文です。これ自分ではタバコを吸わない4万5722人の日本人、これ年齢は40歳から79歳までということですけども、これを対象としてですね、子ども時代に何人の家族がタバコを吸っていたかということを調査しました。でこの子ども時代というのはですね、小学生および中学生の頃ということで、6歳から15歳までの間ということです。そしてこの副流煙への暴露の程度と、その後およそですね、19年間にわたる追跡調査期間内におけるがんによる死亡との関係を解析しました。その結果ですね、子ども時代の副流煙への暴露はですね、膵臓がんによる死亡リスクの増加と相関していました。家族にタバコを吸う人がですね、3人以上いた人では、全くいなかった人に比べて膵臓がんによる死亡リスクが 2.3 倍にもなっていたということです。ちなみに、がん全体の死亡リスクや、他の種類のですね、がんの死亡リスクとの関係は認めませんでした。以上の結果から、子ども時代に副流煙に暴露されるということはですね、大人になってからの膵臓がんによる死亡リスクの増加につながると、そういう結果でした。家族や一緒に住んでいる人の中にですね、タバコを吸う人がいる場合には、家やですね、車の中でやはり日常的に有害な副流煙にさらされるということになります。特にですね、罪のない子どもへの副流煙への暴露は絶対に避けるべきです。
子供をですね、副流煙から遠ざけること、そして、家族にタバコを吸っている、そういう人がいる場合にはですね、受動喫煙の危険性を理解してもらって、直ちに、禁煙してもらいましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。